はい、どうも、アンダーソンです。前回ね、鏡の果ての牢獄、最後までたどり着きまして、トゥルーエンドを迎えることができました。でね、思ったよりも、ストーリーがよくできてて、ストーリーがよくできてるってことは、キャラがよく立ってたってことだと思うんですよね。ものすごい作り込まれたロールっていうのがようわかりますね。思いっきり広島弁になっちゃった。で、ちょっと、渚くんのね、あれについてはちょっと思うところがいろいろあったんですけど、全体的にはすごく良かったんだと思います。ストーリーは本当に。ただ、ゲーム性はちょっと低いかなっていうのが引っかかるかなっていう程度でしたね。で、そのゲーム性なんですけど、基本的に選択肢がわずかながらありまして、で、今回はね、実況で選ばなかった方の選択肢の方をちょっとやってみようと思います。ちなみにこのオープニングですが、トゥルーエンド直後はこのエンディングになってますけど、やり直すと、また普通のエンディングに戻ってますね。バックでね、オープニングにかかった後、歌と同じ曲が多分かかってるんだと思います。権利の問題で、ね、なんかあっちゃいけないんで一応入れてはないんですけど、渚と仲間になった時もなんか歌ってたけどね、後ろでてんっていう話なんですけどね。一応その辺のところは気をつけてやっていこうと思います。それではね、前回のプレイでね、選ばなかった選択肢、そっちの方やっていこうと思います。ハヤテ、ヒカル、大丈夫か？さて、ここでしたね。ここでの選択肢、もう一つの方。馬に蹴られて死んじゃうのが嫌だからっつって、黙ってた方をプレイ中は選択したんですが、ここでは声をかける方を選択しようと思いますよ。それではね、ここを止めに入る選択します。実況の方ではね、見守るっていうのを選んだんですけどね、止めに入ることによって馬に蹴られるかどうか検証してみようと思います。おい、何やってるんだよ。待ってくれ。スバル。何やってるって聞いてるんだよ。こんな時にね。僕だってよくわからないよ。うふふ。わからないわけないだろ、こんな状況で。うふふふ。あ、すんごい悲しそうな顔してる。ねえ、なんで邪魔するの？いや、うん。え？今、二人で大事な話してたの、わからない？もっと大事な状況じゃけど。わからないよ。っていうか、キスがなんとかって言ってたけど、お前らが付き合ってるの知らなかったし。怒り気味のセリフっていうよりはちょっと戸惑ってるっぽく聞こえましたね。はぁ？付き合ってなんかないよ。そうなの？颯と付き合えるわけないじゃん。そうね。そう言われるとすげえショックだよな。面とだ向っかって。て、僕が好きなのは、スバルだけだから。やっぱりそうだったんだ。悪い顔してんな。だってヒカルったら、いつもスバルのことばっかり。やっぱりとか言って気づかれてやんの。いつも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 おいつ声。もいつもいつもいつも。こんなのってずるいよね。ずるいとかそういうことじゃなくてさ。ああ、もう、うざったいな。プンスカ、プンスカ。こんな怖いプンスカある？やっと二人きりになれたと思ったのにな。まあ状況は状況じゃけしょうがないでしょうよ。ねえ、なんで邪魔するの？いやだから。ねえ、なんで？怖。私、たくさん我慢したし、もう限界だよ。いや。だからもういいかな。わお。なんでそんなもんが起きてんの？スバル、殴られるのこれで2回目だよね。もう次は起きてくるな。ああ！いや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 。ちょ、待っ。やる気満々じゃん。スバル。やめなさい、ハヤテ。わお。
馬に蹴られたわけじゃないけど、本当に死んじまいましたね。なんてことだよ。ここ本当に加賀見くんの席なの？さあ、というわけでね、今度はガサを入れた時にね、もっと調べるかという選択肢と、そのまま立ち去る選択肢、こちら実況の時にはね、もっと探して化粧品を見つけたんですが、今回はそれを無視しようと思います。ああ、月城って名前は一人しかいない。間違いないはずだ。もうね、さっきのシーンのことがあるから、このも怖えよ。ここでやめておくですね。そうね。じゃあ、美術室に戻ろっか。戻ろっか。さて、ここですが、前の実況の時にね、髪留めの方をかざしてバッドエンドに流れましたよね。で、しおりをかざして正しい方向に進んだんですが、これね、名札を選んだらどうなるか、ちょっとやってみようと思います。みんな、行くぞ。おう。え？割れたんじゃけど。これ割れたってことは。お兄さんたち、これから僕とたくさん遊ぼうね。ですよね。これはあれですね。髪留めと同じ結果ですね。じゃあね、化粧品を見つけてない状態で、正しい選択肢であるしおりをかざして先に進んでみようと思います。みんな、行くぞ。おう。ああ、この辺の話はなんか一緒っぽいですね。まあ違うわけないですよね。母ちゃんを手にかけたのもどうやら流れは一緒みたいですね。そうだね。ナイッチョ登場の流れも一緒ですね。鬼ごっこスタートだぜ。ガキども！逃げろ！この辺の流れも一緒ですね。ナギッチョ撃退の下りも同じのようです。そんで、俺はおめえさんたちのことはなんて呼べばいいんだ？歌が入ってたんで感動的なシーンはカットしましたが、ナギッチョが仲間になる流れも全く一緒でしたね。伸びろ。いや。ナギッチョの退場の流れも全く同じ流れでした。加賀見くん、これが私たち、そしてあなたのお母さんの思いよ。ウシちゃんが手紙を渡すくだりは全く一緒ですね。ここから先はどうなりますかね。手紙の文面は一緒っぽいけど、これ確か一文ずつあれでしたね。トゥルーの時はお母さんが読んでくれましたよね。字だけっぽいな。お母さんが後ろから鏡ボーイを抱きしめてるシーンがあったはずですけど、それもありませんね。天国への扉となる鏡。
この鏡に向かって少年が走っていくのは同じなのかな。ああ、化粧品がないから当然化粧品の受け渡しのシーンもありませんね。視界がって、うわあ！さあ、元の世界に戻るんでしょうか。戻ってきたっぽいですね。美術室に戻るっていうあたりもやっぱり同じっぽいですね。ここら辺のやりとりはどうも同じっぽいですね。スバル、ああ、天宮光る、葛城つぼみお前ら何言ってるんだ。だから俺の弟の光と同級生の葛城つぼみの姿が見えないので先生に相談してるんです。ここら辺の先生とのやりとりも一緒っぽいですね。だってここに光の机が！なあ、ここは俺の弟の天宮光の席だったはずだろ！おい！何かの間違いだろ？まったく変なこと言うなよな。なんだと？ちょっと、スバル、やめなさいよ！ごめんね。ちょっとスバル、寝ぼけてるみたいだから。ここのクラスでのやりとりもまあ一緒ですね。スバル、少し落ち着いた？それにしても、どういうことなの？あ、そうだ！昨日の朝みんなで撮った写真を先生や他のみんなにも見てもらえばいいのよ。思い当たったようですね。お？いや、嘘。二人がおらんとか？いや、フェンスの上ってやばいだろ。ちょっと待ちなさい、ハヤテ。一体あなたどうしたの？まあ意味わからない。ヒカルとツバミが死んで必死に帰ってきたと思ったらヒカルたちがいなかったことになってて、それにこんな仕打ちってないよ。どんな仕打ちだ？おいおい、こりゃ脱出はできたもののって感じですね、流れ的に。ちゃんとナギチョも頭数に入れてもらってましたね。スバルも病んだか。わお、インクでも垂らしたみたいになってますね。これあれですね、今更ですけどセリフごとにじわじわ二人が消えていくとかインクが広がっていくとかいう演出があったらもっと怖かったかもしれないですね。これは出れたけどバッドエンドって感じですね。
他の写真どうなったんじゃろ。ああ濡れとる感じじゃねえんだ。何？落ちた？マジか、二人とも落ちとるやん。これはショックでかいで。わあ、モザイクまでかかってるし。あの時。おーい。おい、まさか。光る。俺。あかんやろ。お兄ちゃん。失格だな。それ分かっとんならまあまあ冷静じゃないか。マジか、せっかく脱出できたのにそういうあり方するんか。わあ。はい、というわけでね、若干後味悪いですけど、これで一応ね、今までゲームの中で見た選択肢を全部巡ってどういう結末になるかを見ていきました。鏡の果ての牢獄ね、最初にも言いましたけどね、すごくよくできたストーリーで、ね、まあ、細かいところ本当に、言ったらキリないんですけどね、また変わったベクトルの怖さのあるゲームだったと思います。なんて言うんですかね、ソフトハウスとかで出されてるものとか有名タイトルとかそういうのはもう安定したこういう怖さだっていうのがなんとなくあるんですけど、こういったね、ちょっとそういうのとはまた一線を画した変わった怖さがあるそういうゲームが多いから、フリーゲームっていうのは素晴らしいんじゃないのかなっていうふうに思いますね。こちらね、制作者さんのツイッターで見たんですけど、商業化ももう決定してるらしいんですね。ゲームとして商業化してどういう風になっていくのかっていうのは分からないですけどね、より洗練されてね、もしかしたら追加キャラクターなんかもいるかもしれないですしね。ただ、いわゆるメディアミックスですね、アニメとかね、実写とかね、そういう風にもね展開していくのかもしれないですね。見守っていきたいと思いますね。でさらに言えば、このゲーム以外のもう一個ちょっとタイトルが今思い出せないんですけど、何だったかな、やっぱりホラーゲームみたいなんですけど、ちょっとタッチの変わったイラストでね、怖いゲームをまた作られてるみたいなのでね、そちらの方もちょっと注目していきたいと思いますね。それではね、最後、一応最終回という形で今回プレイしました。長々とお付き合いいただいてありがとうございました。ゲームのね、良さがね、どれだけ私の実況で伝えられたかっていうのはちょっとわからないんですけど、もしね、チャレンジしてみようという方がいらっしゃったらですね、ゲームをやろうっていう人がもし本当にいるのであれば、第1回の途中で見るのをやめてゲームをすることをお勧めしますね。全部実況でやっちゃったんでね、それをやった後でね、再生数稼ぎのために私の動画を見ていただけたらというふうに思います。それでは鏡の果ての牢獄、これで実況終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。またね、別のホラーゲームやったりね、ホラーゲーム以外のゲームもねやっていっておりますのでね、よろしければねチャンネル登録等々していただいて、各動画お見逃しのないようによろしくお願いいたします。それでは今日のところはこれで終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。また別の配信でお会いいたしましょう。